木製のバランスバイク、バランスバイクあるいは、ランニングバイクは、子供が、バランスやステアリングを習うのを助けるトレーニング用二輪、自転車である。ペダルや駆動系を有していない。ただし、日本においては自転車ではなく、常用玩具とされ、また、バランスバイクが、特定企業の商標となっているため、キックバイクなどと称される。金属製バランスバイク上の用事バランスバイクには、 金属製のものと木製のものがある。ペダルと関連部品が取り除かれた通常の自転車かあるいは専用のものがある。ブレーキはないか一つあるいは二つの手動リムブレーキがある。適切に機能するためにバランスバイクは乗り手がサドルに楽に座り両足裏が地面につく体勢で歩くことができるように十分小さなくなければならない。 乗り手は最初はサドルにまたがって歩き、次にサドルに座って歩く。最終的には乗り手はバイクに乗っている間に走ったり突進したりするのに十分なほど心地よく感じ、次に両足を地面から離して2つの車輪でバランスを取りながらゆっくり進む。バランスバイクの製造業者らはバランスバイクによってまずバランスと当てかじを学び、その後に ペダル操作を学ぶことで、子供が自転車の運転をより早く学ぶことができると述べている。また、補助輪を使うと、子供がそれに依存しすぎるようになり、悪い癖を身につけてしまうため学習を遅らせると述べている。小児会ラは、補助輪を使わないことで自転車により早く乗れるようになるという証拠は存在しないと述べている。自転車が倒れるのを防ぐ補助輪は、 同時に逆相談をも妨げるため、ミワシャと同様に子供はハンドルバーを誤った方向に向けることを覚えてしまう。シェルドン・ブラウンは補助輪の位置が低すぎるとバイクが傾くのを妨げてしまい、また後輪に適切に体重がかからなければブレーキングを邪魔してしまうため、誤って調整した場合には学習の障害になりうると記している。補助輪を適切に調整し、 子供の技術が上がれるほどに補助輪の位置を上げることで、これらの問題を避けられる。ブレーキを全く持たないバランスバイクでは、乗り手の足でうまく停止できないことが予想されるが、非常に小さな子供はどちらにせよブレーキを効果的に使うことができないだろう。ブラウンはバランスバイクを別に購入するのではなく、単に通常の子供用自転車のペダルを外すことを進めている。 ドライジーネ初のバランスバイクはカールドライスによって発明されたドライジーネである。ドライジーネは二輪でペダルを持たず今日の自転車の原型となった。日本においてバランスバイクの法的立場は常用玩具となっている。このため行動での走行は認められていない。ブレーキがついていても自転車とは認められていない。走行する場所は行動はもちろんのことであるが、 行動への飛び出しの可能性がある場所、車両の往来する可能性がある場所、坂道及び坂道付近、階段や段差及びその付近、危険な障害物がある場所、プールサイドや水辺付近、乳児がいる場所、他に遊んでいる子供がいる場所を避けるべきである。ありがとうございます。